統合的に調整管理するプロジェクト統合マネジメント。おはようございます、マサルです。今回はプロジェクト統合マネジメントについて一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成30年秋問い43。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクトコストマネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトタイムマネジメント、プロジェクト統合マネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントにおいて作成されるものはどれか。あ、プロジェクト全体の開発スケジュール。い、プロジェクト全体の成果物の一覧。う、プロジェクト全体の予算書。え、プロジェクト全体を実行監視コントロールするための計画書。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 プロジェクト全体を実行監視コントロールするための計画書が正解です。それではプロジェクト統合マネジメントについて一緒に勉強していきましょう。プロジェクト統合マネジメントについてお話をする前にピンボックについてお話しさせてもらいます。ピンボックというのはプロジェクトマネジメントのノウハウをまとめた書籍であり、現在プロジェクトマネジメントを行うための技法として世界標準になっているものです。ピンボックではプロジェクトマネジメントの知識を10の知識エリアに分類しています。10の知識エリアの内容を一度に覚えることは難しいので、まずはプロジェクト統合マネジメントについて勉強していきます。プロジェクト統合マネジメントは他の9つの知識エリアを統括し、プロジェクト全体または各フェーズをどのように進めていくかを定義する領域です。では具体的にプロジェクト統合マネジメントの中身を見ていきましょう。プロジェクト統合マネジメントとは5つのプロセス、スコープ、コストを統合的に管理する役割です。ピンボックではプロジェクトの流れを5つのプロセスに分類して定義しています。5つのプロセスとは立ち上げ、計画、実行、監視、集結のことです。またスコープというのは作業範囲のことです。スコープで決めた範囲の終了がプロジェクトのゴールということになります。そしてコストとは費用のことです。作業人数や調達する資源などを調整してコストを調整します。これらのプロセス、スコープ、コストを統合的に管理するのがプロジェクト統合マネジメントの役割です。そしてプロジェクト統合マネジメントではプロジェクトマネジメント計画書というものを作成します。プロジェクトマネジメント計画書はプロジェクトの実行、監視とコントロールおよび集結の方法を規定しています。それでは問題を見直しましょう。 IT パスポート平成30年秋問い43。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクトコストマネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトタイムマネジメント、プロジェクト統合マネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントにおいて作成されるものはどれか。正解は A、 プロジェクト全体を実行監視コントロールするための計画書です。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和2年秋問い40。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクト統合マネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトスケジュールマネジメント、プロジェクトコストマネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントの活動には資源配分を決め、競合する目標や大胆案間のトレードオフを調整することが含まれる。システム開発プロジェクトにおいて当初の計画にない機能の追加を行う場合のプロジェクト統合マネジメントの活動として適切なものはどれか。あ、機能追加にかかる費用を見積もり必要な予算を確保する。い、機能追加に対応するために納期を変更するか要因を追加するかを検討する。う、機能追加のために必要な作業や成果物を明確にし WBS を更新する。え、機能追加のための所要期間を見積もりスケジュールを変更する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 機能追加に対応するために納期を変更するか要因を追加するかを検討する。 E の選択肢だけスケジュールの変更をするのか、もしくはコストの変更をするのか、統合的な内容になっているので統合マネジメントの活動だと言えます。それ以外の間違い選択肢も確認しておきましょう。
あの選択肢はプロジェクトコストマネジメントです。プロジェクトコストマネジメントはプロジェクトの予算が超過しないように管理する領域です。コストというのは費用のことでしたね。プロジェクトコストマネジメントでは人員や調達資源の費用を見積もったり、プロジェクトの変更が発生した際の予算の見直しなどを検討します。次の間違い選択肢うはプロジェクトスコープマネジメントの活動です。プロジェクトスコープマネジメントはプロジェクトのスコープ範囲を明確にする領域です。スコープというのは作業範囲のこと。スコープで決めた範囲の終了がプロジェクトのゴールです。スコープが明確になっていないとトラブルになってしまうことが多いので、10の知識エリアの中で最重要項目と言われます。最後の間違い選択肢への活動はプロジェクトスケジュールマネジメントの活動です。プロジェクトスケジュールマネジメントはスケジュール管理や生産性を向上させるために時間の使い方を管理する領域です。スケジュール管理だけではなく、時間あたりの成果を高めるための管理も行うのが特徴です。なお、ピンボック第6版から名称がタイムマネジメントからスケジュールマネジメントに変更されています。古い参考書や昔の過去問はプロジェクトタイムマネジメントと記載されている場合があるかもしれませんが、現在はプロジェクトスケジュールマネジメントに変更されていることを覚えておきましょう。それでは問題を見直します。 IT パスポート令和2年秋問40。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクト統合マネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトスケジュールマネジメント、プロジェクトコストマネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントの活動には資源配分を決め、競合する目標や大胆案間のトレードオフを調整することが含まれる。システム開発プロジェクトにおいて当初の計画にない機能の追加を行う場合のプロジェクト統合マネジメントの活動として適切なものはどれか。正解は E、 機能追加に対応するために納期を変更するか要員を追加するかを検討する。こちらが正解選択肢です。それ以外の間違い選択肢についてもお話ししたので、余裕がある方は覚えておいてください。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はピンボックについてお話ししたいと思います。ピンボックとはプロジェクトマネジメントボディナレッジの略です。プロジェクトマネジメントに関する手法やノウハウを体系的にまとめた書籍です。誰でも Amazon などで購入をすることができます。ピンボックは1987年にアメリカに本部を置く PMI という非営利団体が A Guide to the Project Management Body of Knowledge というガイドブックで発表したことが始まりです。1987年に公表されて、その後書籍として1996年にピンボックガイドとして書籍化されました。今ではプロジェクトマネジメントの世界標準になっています。内容は4年に1回くらいのペースで更新されていて、最新のピンボックガイドは第7版2021年に発刊されています。それでは最後に復習をしましょう。 IT パスポート平成30年秋問43。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクトコストマネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトタイムマネジメント、プロジェクト統合マネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントにおいて作成されるものはどれか。正解は A、 プロジェクト全体を実行監視コントロールするための計画書。次の問題、 IT パスポート令和2年秋問40。プロジェクトマネジメントの活動にはプロジェクト統合マネジメント、プロジェクトスコープマネジメント、プロジェクトスケジュールマネジメント、プロジェクトコストマネジメントなどがある。プロジェクト統合マネジメントの活動には資源配分を決め、競合する目標や大胆案間のトレードオフを調整することが含まれる。システム開発プロジェクトにおいて当初の計画にない機能の追加を行う場合のプロジェクト統合マネジメントの活動として適切なものはどれか。正解は E、 機能追加に対応するために納期を変更するか要員を追加するかを検討する。こちらが正解選択肢です。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしていただけると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、
チャンネルメンバーシップに登録して、Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。